アンに何があった？あの子はラファル様に。シャルが妖精王ってどういうこと？シャルにはお前を解放したと言っておこう。いずれ時が経てば彼もお前のことなど忘れるはずだ。それからゆっくりと100年かけてでもシャルの考えを変えていけばいい。それにはまずお前が邪魔だ。言ったはずだ、ラファル。アンに何かすればお前を斬る。あの者たちが教えたのか。やはり奴らは愚かしい。羽を握って支配する以外にあの愚か者どもを御する方法はない。たったあれだけの妖精さえ従えられないお前では妖精王になれない。ならばお前がなるか。お前なら羽を握らずともあの愚か者どもを従えられると。妖精の自由に王など必要ない。俺はもっと別の何かを探す。その前に我々の誇りは人間の手で滅びるだろう。やはり妖精王は私一人だ。そしてお前も支配する。